日本オリンピック初戦勝利というわけでやりましたね、坂本選手。まあまず、オリンピックの以前にまずプロ野球のね最後の方を全然やってなかったんで、まあそっから今日はちょっと振り返っていこうかなみたいな感じです。ちなみに動画投稿日は相当遅いと思います。撮影日はオリンピック初戦の日なんですけど、ねもうオールスターとかすべて振り返っていきます。ちなみに7月13日のあのボロ負け巨人がした試合は僕見に行ってて、東京ドームでの動画はあるんですけど、ちょっと編集時間がなくて、まあ今週にはあげたいなと思っています。とりあえずね、まあ最後の2連戦ヤクルトは2連敗しちゃって、最終的なセリーグの順位を振り返ると、1位阪神と2位巨人のゲーム差は2ゲーム差で終わりましたけど、ヤクルトと 0.5 ゲーム差とされて終わってしまったので、もうオリンピック明けもうヤクルトが勝っちゃうとちょっとまずいです。2位逆転になっちゃいます。というわけでまあ順位を言うと、1位阪神、2位巨人、3位ヤクルト、4位中日、5位広島、6位 DeNA です。はい、というわけで、ここで一旦、プロ野球と離れて、オールスターです。ホームランダービーとかね、いろいろありました。で、まず初戦はね、5対4でセリーグの勝利でございます。まあね、まあ、良かったのはまあ、坂本選手4打数1安打、岡本選手3打数1安打、ウィーラー選手も打ってね、結構巨人の選手打ちましたね。まあ押し出しフォアボールで決勝点って感じで、坂本選手もねみんな1安打ずつまあなんだかんだ打てたんでよかったって感じですね。そして第2戦はね、惜しくも負けてしまいました。佐藤輝明選手ホームラン打ちましたね。オールスターでもすごかったっすね、あれは。まあでもすぐ追いつかれて、まあ島内選手にタイムリーで勝ち越されて、坂本選手のねタイムリーツーベースやりました、坂本選手。そしてねまあ追いついたんですけど、タイムリー打たれて負けました。この日は巨人ウィーラー選手も3打数2安打で、岡本選手が残念ながら安打出なかったんですけど、で坂本選手も代打でヒット打って、よかったっすね、今年のオールスターは巨人の選手は。そしてねまあちょっとだけこれを振り返ると、あの侍ジャパン対巨人の試合を振り返っていきたいです。坂本選手はこの日はスタメンではなかったですね、侍ジャパン。まあ巨人はねもう坂本選手を抜いたもうベストメンバーって感じでやってました。まあ梶谷選手とかは怪我で出てないんですけど、まあやっぱりね戦力の差はあるんで負けましたね。そりゃ吉田正尚選手に犠牲フライ打たれて、もう6回一気に打ち込まれて、でまた吉田正尚選手に打たれて 5-0 で負けました。この日はね本当2安打しか打てなかったんで、もう抑え込まれましたね完全に。はい、というわけで、オリンピック第1戦の結果を振り返っていきましょう。福島でやった第1戦、もう7回、こっちがメルセデス選手投手だったんですよ、ドミニカ共和国が。そんでね、もうちょっと見てたんですけど、もうめっちゃ接戦で、7回表に1試合が動きます。シー・バレリオ選手が、先制タイムリー、2点タイムリーを打たれて、2-0 とね、ここで均衡破られて、まあ、その裏、村上選手の犠牲フライで、2対1まで追い上げたんですけど、9回ね、栗林選手が、タイムリー打たれて、3対1。でも、次の回も、浅村選手がもう打ち取られて、もう無理だと思ったんですけど、柳田選手出塁、近藤選手打って、村上選手のライトへのタイムリー、そして、甲斐拓也選手のスクイズ成功、そして山田選手もヒット打って、満塁となって、坂本選手のサヨナラタイムリーというわけでね、初戦ね、見事、坂本選手のタイムリー、僕の好きな坂本選手が打ってくれたんで、よかったです。まあ、巨人、今、1軍もね、なんか、やってるんで、あ、2軍か。まあ、いろいろ、まあ、今もね、2軍やってるんで、まあ、2軍戦とかもね、まだ巨人戦はやってるんで、そういうのを見ていきましょう。というわけで、今日の動画終わります。ご視聴ありがとうございました。